ペルソナ5ザロイヤル発売迫る、モルガナ通信最終回始まるぜ。モルガナ通信。我が輩モルガナが最新情報をお届けしてきたモルガナ通信、なんとついに今回が最終回だ。そしていよいよ10月31日に発売が迫るペルソナ5ザロイヤル。この前公開されたオープニングアニメは見てくれたか？ワクワクするオープニングだっただろう。ますます発売が楽しみになってきたよな。まだ見てないってやつはぜひチェックしてくれよな。さーて、今回も我が輩がアトラスから盗んできた最新情報をお届けするぜ。じゃ、最後も張り切ってモルガナ通信スタートだ。まず最初はモルガナ何でも箱に寄せられたメッセージについて報告だ。みんな本当に投稿ありがとな。よし、最初の投稿いくぜ。こんにちは。先日公開された PV2 についての質問です。映像内でこれまたかっこいいリンさんの新曲が流れていたのですが、あれはどのタイミングで流れる曲なのでしょうか？よろしければご回答お願いします。無理そうであれば今日はもう寝ます。ハンドルネーム暴れまくりからの投稿だ。投稿ありがとな。 PV2 で流れていた新曲はとのことだ。作曲はアトラスの目黒昌司、歌はリンが担当してるぜ。素敵な歌声だよな。我が輩もうっとりしちゃうぜ。さて次行くぞ。ペルソナシリーズを最近知り興味を持ったのですが、今までのシリーズをプレイしたことがなく、時系列やつながりなどに不安があります。最新作から始めるのは邪道でしょうか？ハンドルネームムスカからの投稿だ。ムスカ、興味持ってくれてありがとな。ペルソナシリーズはそれぞれが独立したストーリーだから、どの作品からプレイしても大丈夫だぜ。最新作 P5R ぜひプレイしてくれ。今回でモルガナ何でも箱も最終回だ。たくさんの応援の言葉ありがとな。嬉しかったぜ。ペルソナ公式ツイッターでもいくつか答えてるから見てくれよな。次はお待ちかね、最新情報の紹介だ。 P5R を骨の髄まで楽しめる新要素の情報を頂戴してきたぜ。 P5R のここがロイヤル。楽しみ方いろいろ。本作で追加されたお楽しみ要素マイパレスの特集だ。マイパレスはお前たちプレイヤー自身の思いや記憶が集まり形になった特別な場所だ。思い思いのアイテムを飾ったり、マイパレス全体の装飾を変更することができるぞ。プレイヤーは好きなキャラクターに変身してマイパレスで過ごせるぜ。ほら、こんな感じで我が輩の格好もできる。飾れるアイテムや装飾はパレスメーカーっていう機能を使ってカスタマイズすることが可能だ。 P メダルってのがあればアイテムを購入することもできるみたいだ。とんでもって、日常生活やバトルでの目標を達成した証アワードをゲットすると P メダルをもらえるみたいだ。目標に挑戦するのもいいかもな。そうそう、
アイテムを配置すると仲間の認知存在がマイパレスに現れることがあるらしいぞ。どんな会話が聞けるのか楽しみだな。おお、これはあの時の。一度見た本編のアニメーションや特別なイラストを閲覧したり、お気に入りの楽曲を流す機能もあるみたいだぜ。思い出に浸ってみるのもいいな。そしてなんとなんと、マイパレス内プレイエリアでは仲間と大富豪をプレイできちゃうぜ。行くぞ。まずはこんなところか。順番にな。流すぞ。お、切るのか。いただいたぞ。さすがだわ。慎重に。おっさっさ。次に回してくれ。調子悪いな。辛すぎ。楽しい上に B メダルもゲットできるし、一石二鳥だな。引き離す。マイパレス内で仲間とワイワイしながら遊び尽くして、思わず入り浸っちまいそうだな。本編以外にも楽しめる要素満載で何時間でも遊び尽くせそうだし、まったく時間泥棒な新要素だな。我が輩もみんなと大富豪できるの楽しみだぜ。さてお前ら、P5R のあれ気になるよな。そう、ダウンロードコンテンツだ。今回その一部の情報を盗んできたぜ。ベルベットルームで挑戦できるやり込み要素チャレンジバトルに、なんとペルソナ3ペルソナ4の主人公が参戦だ。まさに夢の一戦という感じだな。なかなか手強そうだぜ。気合い入れていけよジョーカー。それと P5R 以外のアトラス作品の衣装が着れるダウンロードコンテンツもあるみたいだ。お、かっこいいな。かわいいじゃねえか。他にもいろいろな衣装があるみたいだから、こいつは引き続きチェックしないとな。ダウンロードコンテンツは他にも楽しいやつがまだまだ用意されてるみたいだ。楽しみにしててくれ。今回頂戴してきた情報は以上だ。最終回らしく発売が待ち遠しくなるような情報ばっかりだったよな。しかしお前らともこれでお別れか。長かったような短かったような。我が輩とはここでお別れだけど、アトラス公式チャンネルの登録はよろしくな。これからも応援してくれよ。てなわけで今回のモルガナ通信はここまでだ。プレイステーション4ペルソナ5ザロイヤルは2019年10月31日発売。限定版ペルソナ5ザロイヤルストレートフラッシュエディションもよろしくな。ストップ！今回はまだ終わらないぞ。本番はこれからだ。え、ナビ、え、まだカメラ回ってるよな。我々怪盗団 P5R の情報を届けるチーム最後の仕事だ。来る10月30日に発売直前生放送が決定。 P5R の発売を祝した直前お祭り特番だ。わー、パチパチパチ。みんなで P5R の発売を一緒にお祝いするぞ。ってことでもうな、発売直前までバリバリ働いてもらうからな。モナツーファン諸君、10月30日をお楽しみに。びっくりした。お前聞いてないぞ。今日がこいつらに会える最後だと思ってしんみりしちまったじゃねえか。カムナ、今度こそ最後の締めよろしく。締め、早く締め、締め、締め。こうなったら10月30日の生放送とやらでも我が輩華麗に活躍してみせるから、
ぜひ見てくれよな。とりあえず今日のところはサラダバー。またな。